はい、今回ですけれどもふわとろわらび餅北家老ということで、こちらのわらび餅食べてみようと思います。北家老といえば北海道でも人気のお菓子店で、砂川に本店があるお菓子店です。はい、ソフトクリームなんかも美味しくて、いろんなスイーツ美味しいんですけれども、今回はわらび餅です。こういった感じのわらび餅入ってます。原材料を見てみると、本わらび粉も少し入っているようですけれども、レンコン、レンコンでんぷんとか、そういったものも入っているようです。で、黒糖も含まれていますし、砂糖とか、そういったものが含まれているということで書いていました。で、きな粉の感じはこういう具合ですでにまぶされています。はい、今こう触った感じで、このプルプル感かなりあるというのがわかるでしょうか。すごく柔らかいわらび餅だなっていう感じです。はい、それでは一つ食べてみようと思います。ちょっと色が黒くなっているので、黒糖の色がこうついているのかなと思います。すごく柔らかくて、もちもち感もプルッとしていてすごくいいですし、できな粉の味が結構強めのきな粉のいい風味するので、きな粉も美味しいです。で、黒糖の風味もこう後味とか食べてる最中にふわっと香ってですね、この黒糖の濃厚な味と香りも楽しめるというのもいいなと思います。はい、後がけの蜜ではなくて、こう練り込んだ感じの黒糖の美味しさ楽しめるわらび餅になってるなと、そういう感じです。はい、ふわとろわらび餅、はい、この名の通りすごく柔らかいわらび餅で美味しかったので、この北家老のわらび餅ぜひ食べてみてください。